はい、放題始めましたね。捨てはげチャンネルじゃないわ、森田チャンネルですね。すいません、酔っ払っててね。はい、すごい出ましたね、捨てはげさんからの声明出てきましたよ。はい、あ、笑ったわ、めっちゃ笑った。まあ、動画の後の方にもしかしたらついてるかもしれないですけど、捨てはげまあ、捨てチルですから、私ね。もう捨てハゲずーっと昔から見てますから。その捨てハゲさんからですね。上がりましたね。続いて今のトライはかかってこい、俺が相手してベテランチ。一本の筋、東大理さん以外は勝つ。もうね、もう、まあ、見てて、すごいもう分かってるんですけど、いろんなことあげてて、そう、だからもともとね、東大理さんは勝つっていうのをあげてて、動画で、まあ、伸びたからまたあげてるんでしょうけど、そう、このね、岩井さんと、このベテランチのやつはプロレスだと、これもやらせであると、ね。そんなね、3秒の引用動画で怒るわけないじゃないか。そんなやついねえだろっていうふうに、まあ、言っててね、捨てはげさんが。そうだと思ったら、これガチじゃんっていうので、まあ、上がってたわけですけど、そうそうそう。まさに、まあ、昨日のメインチャンネルの動画であげましたけど、そう、ベテランチ自体もプロレスだと思ってたんです。プロレスだと思って、あ、これ振りなんだな。じゃあ、これはアンサー動画上げなきゃって言って、アンサー動画上げたら、肩透かし。マジで。みたいになったわけですね。そう、え、あんな本当だったの、たかだか3秒の引用動画でブチ切れるような心の狭いやつだったの、びっくりみたいなね、そういう感じだったんですけど、いや、そうですよ、あの人はそういう人ですから、そんな人間ですから。はい、ということで、それに対してね、はい、ついに捨てはげが上げてです。もうさっきも笑ってたんです、ずっと見ててもう爆笑爆笑でさ、しょうがなかったんですけど、そのそしたら、まあ、本人ね、捨てはげが戦うんじゃなくて、うちの一番大隊長、高須美希が行くからって言って、いきなり高須クリニックのね、はい、高須美希、まあ、高須美希、捨てはげ知らない方は分かんないと思うんですけど、まあ、高須美希さんとね、プロレスみたいなことで、こう、いろいろね、やりとり今までもしてるんですよ、捨てはげって。高須美希さん動画上げてね、捨てはげがアンサー上げてみたいな、こうね、いろんな応酬とかしてた、応酬っていうのもなんだけど、ね、してるんですけど、それがあったりしたんで、まさかそんな、ね、その高須さん、そう、だから俺の方に、そう、岩井さん文句言ってくんじゃない、高須さんに言ってくれ、高須美希に。言ってくれって言ってたけど、はい、めっちゃ面白いわって思ってね。うん、ね、まあ、ちゃんともうね、捨てはげはちゃんと、ベテランチの動画見ててね、スジーさんって呼んでたし、スジが通ってないのは俺ら学歴系 YouTuber のね、そういう今まで気づいてきたものをね、わからずにね、こういきなり入ってきたやつが、みたいな言っててね、そう、気づき上げてきた学歴系 YouTuber の世界ってすごいな、って思ったけど、スジ通してねえだろ、とか。言ってましたけど、いや、捨てハゲが来るのは熱いですね。まあ、捨てチルとしてね、まあ、いろいろ上げてましたからね、私も動画ね、その、オーストラリア人の捨てチルとね、動画撮って、駒場さん行った動画とかありますからね、うちもね。すごいよ。ね。あ、さらにと言っちゃいますが、私、今年駒場さん行きますんで、はい。会った方は、はい。よろしくお願いしますっていうのもなんですけど、駒場さんの、まあ、某イベントに出ます。はい。すごい告知、今。まだなんかね、詳細とか出てないのに、はい、言っちゃった。駒場さん出ますんで。いや、めっちゃ面白かったよ。20分もあったの、この動画。倍速で見ちゃったけどさ。いや、笑ったなぁ。めちゃくちゃ面白かった。と、まあ、せやげ言ってたな、そのね、切り抜き動画がとかって言ってたけど、そんなん違うだろってね、切り抜き動画と比べてたけど、切り抜き動画は筋通してんだって言ったけど、いやいや、3秒上げるのと、切り抜き動画全く違うだろうって言って、まあ、もうその通りですね。3秒上げるので全然違います。で、こんな3秒とかをダメとかって言ったら、もう今までのどうなんだよみたいなね、こと言ってて、あ、そっか、東大理さんはカスの動画めっちゃ伸びてんだよね。サムネも作ってるやん。後々作ってるよね、これね。伸びたからか。なるほどね。まあ、捨てはげさんがね、後ろについてくれたということで、ベテランチのね、これは心強いんじゃないですか。もうこれですごい強いじゃないですか。もちろんコメント欄にはね、そのベテランチ森鉄捨てはげのグループができたみたいな感じで。ステイガーさんね、会えるんだったらね、もう会いたいってずっと言ってましたからね、僕自体はね。だからまあ、コラボしない方なんで、なかなか会えないですけど、もしかしたら、ね、今後もね、いろいろとコラボ動画、でも出ないな、コラボ動画上げていくみたいな噂も聞いてたんだけど、いろんな筋から出ないもんな。まあそういうことなんだろうね。コラボ動画上げないのかな。ついに捨てはげ参戦ですよ。これはすごいことになってきました。お祭りですね。まあだからこれが僕の言ってたやつなんですよ。インフルエンサーの方が強いから見てろって言ったのはね。まあ、松原さんに見てろとは言ってたんですけど、ね、インフルエンサーの方が強いっていうことはね、見せますからって言ったんですよ。で、このタイミングだろうな。まあ、ベテランチに行ったってことは、これはもう、はい、非常に、インフルエンサーに、まあ、喧嘩を打った形じゃないですか。で、まあ、ベテランチ側はプロレスだと思ってたけど、本当に、まあ、
あ、わかんないし、ね、純粋な視聴者さんはね、本当に喧嘩してると思ったかもしれないですけど、ベテラン自体は、これプロレスじゃねえのって思ってた。そう。で、まあまあ、ベテラン自体はね、そのやり取りして、え、これマジなんですかって、ベテラン自体もビビってたから、え、本当なのこれ。プロレスじゃなくて、本当にああいう人なの、いやいや、本当にそういう人だから、つって。マジみたいになってたんですけど、そしたらただ悪口言われただけですか、ベテラン側としてはね。そりゃはぁみたいになるし、まあ怖いじゃないですか、あれが本当だったとしたら。で、大学生に対してね、怖いことになるわけですからね。まあ当然こういうことになって、そう分かってたから、だからそのタイミングで僕のスクショとか出せば、ああこれも広がるだろうな。そりゃもう、こう包囲網とかって書かれてるけど、別に包囲網というか大きなことになるだろうなって思ったんで、そうヤフーニュースにね上がったりとかもしましたし、そうだから大きくならないと食いついてこないから、いろんなメディアっていうのをね。そうだから、ただただ僕はスクショを持ってても、それを上げるタイミングとかっていうのも、まあ何かしらそうきっかけっていうのがないといけないな。だって叩けば埃なんか山ほど出る人ですから。そう、今までのもそうだと思うんですけど、なんかいろんな事件って結局は何かすごいちっちゃいこととかが発端で、その後でこれもね、こう紐づる式でこうやって出ていくじゃないですか。そういうものなので、はい、小さかったものがどこかででかくなるっていうね、そういうタイミングだなと思ってたんで、自分自身は、あ、ここだろうなと思ったんで、はい、まあ、なんでね、便乗とかハイエナとか言われても何とも思いません。ここでしょ、どう考えたっていう。で、だからうまくやれば全然エンタメとして消化すればいいんですよ。はい、これをうまくエンタメとして消化すれば、ウィンウィンでプラスになっていくと思うんで、多分まあでもできないでしょうね、そういうこと。はい、できないと思うので、多分まあ結局はエンタメに消化してくれないんじゃないかなと思ってますけどね。まあそういうのは YouTuber じゃないんでしょ。だから YouTuber たちを批判するんだから、 YouTuber じゃないんだったら残念ながら。まあ、だからこれ高須道也って言って、高須さんがねアンサー動画出してくれるのか、本当に出してくれるんだったらまた大きくなっていくと思いますけど、そう、これがどん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 大きくなっていけば、もっともっといろんな展開が待ってるかなと思ってますね。はい、いや、わかんないですよ、どうなるのかは。でもまあそうなるんじゃないかなと思ってます。いやー、捨てハゲがねやっぱこう反応してくれたらめっちゃ面白いわ。ずっと出ましたからね、僕自身もね。だけどコラボしてくださいってコメントも多かったけど、捨てチルとして、ずっとやってきましたから、それはもう間違いないんで。でも一時期はだって本当に捨てハゲの動画を見るのが、なんていうかもう一日の癒しみたいな時期あったからね。もう疲れてとか悲しいとかストレスいっぱいある時とかに、もう捨てハゲの動画を見て癒されるみたいな。そんな時期あったからね、本当に。そうなんですよ、捨てハゲさん。残念ながらプロレスじゃなかったんですよ。外れたんですよ。普通だったらわかります。普通の感覚だったらやらせだと思うんですよ。当然ですよ。ベテランチーム持ったように思うんです。それが普通の感覚です。異常じゃないです。それが当たり前の感覚。でも、普通は通じないんです。あの筋にはですね。誰だよ、筋って。なんかね、はい。筋医学の読解のための英文法みたいなね。はい。なんだそれみたいな、はい。酔っ払ってますからね、私もね。そうなんですよ。通じないんですよ、全然常識が。で、僕はだからやられた側だったから、ああ、俺もうガチじゃんって思ってたんでね。ああ、もうまた来たか。またやったのかって言って、まあ他の人たちもやってたのも知ってるから、ああ、また来た。てか本当に直で自分で送るんだなって思って。まあそろそろちゃんとね、インフルエンサーの力を見せてあげないといけないだろうし、まああとはまあやっぱり若者に対して言ったのは良くないよね。いい年してとかって言ってさ、ブーメランにも程があるでしょ。ベテランチというこの超優秀な未来をね、担う若者に対してはそれはどうかと思いますけどね。はい。まあこういうものでございました。はい。そのどう思われますか？ぜひコメント欄でお聞かせください。熱いわ、捨てハゲ参戦は熱いわ。めちゃめちゃ熱いわ。よかった。はい。ご視聴ありがとうございました。テキボーチン。もらいました。ごめん。学歴系 YouTuber 界の神子も、捨てハゲさんが。ごめん、ちょっとな。俺、マジで、本当は、今やすじだか、知らないけど、待ってこいよ。別の話じゃないけど、考えてるのか。一番大隊長マルコ。高須美希。いきなりキングは取れねえだろうよい。いきなり言ってたように。学歴系 YouTuber 最強のとこね。江戸端人間の捨てハゲですから。まずはさ、ね、まずでうちのね、一番大隊長、不死鳥ミキヤを渡して。不死鳥ミキヤって。芸人にしてね。まあ、それこそ、令和のドラマに出てるさ。いてて。医者のやつとかさ、学習受験してるやつとかさ、そこそこないい大学出てるやつとかも。うちのミキヤには大勢かわないんじゃないか、まあ、知らないけど、どんなやつがいいのか知らないけど、ミキヤ君ね、富士大学医学部卒業、まあ本当に孫子だね。
えー、ててててて。資金力で言ったら悪いけど、多分レーダーの手前で出てるやつがあんまりないんじゃない。だから、ね、俺が出る前でもないからさ、うちの兄貴がさ、ちょっと待ってられないって。本当に僕もカンピアスですね。電話くれて、なんかすごいね、やる気になってるみたい。なんで、俺、いいから、前も忙しいから、ね、俺が片付けとったら、ね、説得したんだけど、だからどうしてもうちのね、一番大体長が、何しか安心してる。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